皆様おはようございます。全国賃貸オーナーズフェスタ二ゼロ二三年末年始スペシャルライブ配信ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。株式会社エイブルの菱谷と申します。はい、えー、今後賃貸オーナー様が考えるべきこととはと題しましてオンラインセミナーをお届けしてまいります。よろしくお願いします。えー、今賃貸不動産がですね、どのような状況にさらされているのか。 また、えー、賃貸経営するにあたって、まあ、どのようなニュースであるとか、どのようなデータを知っておくの方が、えー、知っておく方がいいのか、まあ、そういったところを、えー、お届けできればなと思っております。それでは早速始めてまいります。はい、えー、こちらのイベントはですね、この7つのカテゴリーにカテゴリーに分けて、えー、と構成されております。賃貸経営、建築土地活用、リフォームリノベーション、資産運用金融 通信、住宅設備、エネルギー情報提供サービスですで、このカテゴリーごとにですねまつわるトピックス、ニュース、データを持ってきてますんで、えー、そちらを順に解説していきますまずこちらのカテゴリーからですはい、最初のトピックスこちらです、えー、2024年問題、えー、皆さんご存知でしょうかそうですね2週間前に2024年になりましたで、これは えー、いわゆる労働時間の問題なんですけれども少し説明しておきますと働き方改革関連法というのが5年前の2019年4月に施行されましたどういった法律かといいますといわゆる時間外労働に上限規制が導入されたんですねでイメージはこんな感じですね、えー、時間外労労働働と休日労働の合計 月100時間未満かつ半年の平均が80時間以内にしなさいよということなんです。まあ、このような法律が5年前に施行されたんですね。でここからが2024年問題の本題なんですけれどもこの法律のポイントはここなんです。上限規制の適用が猶予除外となる事業業務があります。ちょっと説明しておきますと 以下の事業業務いわゆる業種ですねについては規制の適用が5年間猶予されますってことなんです。でその業種が何なのかっていうとこちら建設業いわゆる運送物流業これに関しましてはここに書いてますように2024年3月31日までは 適用されまませんになってますでこの法律ができた5年後から適用しますよっていうのがつまり今年年なんですね、まあ、ここに細々と書いてますけれども先ほど申し上げたような上限規制がこの業種にもついにこの4月から適用されますよとこれを称して2024年問題と言ってます。じゃあ何が問題なのかと言いますと例えば建設業なんかでいきますとこれを導入されることで職人さん不足になったりですとか あとはこちら運搬業運送業につきましては俗に、えー、バスタクシーであるとか、えー、運送業のドライバー不足みたいなことが騒がれてます。それが2024年問題なんですね。じゃあこの2024問題が賃貸業界に関係あるのかっていう話なんですけどもちろん関係あるので持ってきてます。こういった影響があるんじゃないかなと思ってます。まあ、不動産業界でで影響があるるとと考えられることですね 1> い1つ,つ目は、まあ、新築物件の後期が遅れるるもしくくは長くなる、まあ、その理由としましては建設現場にも当然ながら上限規制が設けられるんで残業できません休日出勤もできませんよって多分週休2日の現場などが非常にこう多く出てくる当然ながらその分長くなるっていう話ですね。2つ目建設費が高くなるんじゃないかって騒がれてます。 その理由としましてはここに書いてますように工期期がが長期化ししまますすそして人工代が加算できますで当然ながら私が考えるに建築資材もトラックで運ぶわけなんでいわゆるこの物流運搬費が高騰して建築費に跳ね返ってくるということが騒がれてます。そしてこんなことも多分問題になってくるんじゃないかなと宅配対応問題ですね。あのー ドライバー不足を補うためにおそらく宅配ボックスがますます設置されてくる物件が多くなると思うんですねでもそもそも宅配ボックスの設置スペースがないような物件もあるわけですじゃあそれどうするのみたいなことですよねその代替案として置き配なるものが最近出てきていますこの置き配につきましてはまあニュースに昨年なりましたけれどもあの政府はまあ確定じゃないんですけれども まあ、置き配を利用される人々については、ポイントを付与していきましょう。というようなまあ、ドライバー不足を解消するような施策も出てるんですが、じゃあこの置き配オートロック物件どうやって置き配するのみたいな問題も多分出てくると思うんですね。このようにまあ、2024問題っていうのは、賃貸業界にもおそらく影響が出てくるであろうということで、えー、こういったトピックスを持ってきました。はい、続きましてこちらです。 はい先ほどは2024でしたけれども今回2025問題ですね。先ほどは労働の問題でしたけれどもこれは人口の問題です、えー。こんな感じですね。日本の人口というのはこんなグラフに表せ、まあ、よく3種類に分けられるんですけれども人口というのはいわゆる年少人口と生産年齢人口と、えー、高齢人口。でこの2025問題というのは。 この高齢人口の問題なんですけれども、日本っていうのは2008年に人口がピークに達してピークアウトしています。そこからずっとこう下がってくるんですけれども、2025年来年ですよね、人口の構造がこうなるって言われてます。65歳以上が3割ですね。まあ文章でちょっと説明しますと、段階の世代が75歳を超えて 後期高齢者となりますで国民の3人に1人が65歳以上国民の5人に1人が75歳以上となると人類が経験したことのないような、まあ、超超高齢社会が世界で日本が最初に迎えるって言われてますそれが2025年問題ですねじゃあこちらはどうなのかっていうと先ほどは人口の話世帯数でこういう話をなぜするかと言いますと よくオーナーさんと話しているとこれから人々減っていくし、えー、賃貸経営どうしたらいいんかなとか新しい建物建てたいけどどうせ人減るんやからもうやめとこうかなとか意外とこの世帯の話される方が少ないんですね。で私も賃貸経営にとってはこの世帯の方が大事かなと思ってまして世帯数って今こんな感じなんですね。えー、っとちょっと説明しますと先ほど申し上げた人口のピークって2008年だったんです。 でも人口のピークを迎えたあとも世帯数はこれずっと増えてきたんですね増えてきて世帯数のピークいつやったかっていうと2023年ここにまあ昨年一応ピークを迎えたって言われてますでここから徐々にこう減っていくんですけれども2008年から15年差がある上にもう一つ着目しないといけないのは先ほどの人口の減り方2040年に向けて人口の減少率は えー、14%って言われてますそれに比較して世帯数はどのペースで減っていくかというともっともっと緩やかで、えー、2040年に向けては減少率が7%この差ってすごく大きいんですねですのであのー、世帯というのは箱ですからいわゆるその賃貸建物、えー、住戸そういった意味では箱が増えるんです で人口減るけれどもそれほど世帯は減っていかないのでそういった意味ではまだまだ賃貸の需要っていうのが必要じゃないかなっていうことが世帯数を見れば分かるっていうことですね当然賃貸経営に対しては工夫が必要ですけれどもあの安価とはしてませんけれども、まあ、そういったことも知っておく必要があるのかなと思ってこういったデータを持ってきましたはい続きましてこういったトピックスです、えー、っと国交省がですね こういった住宅市場動向調査ろんな,こうなんて言うんでしょう、えー、っと気になるようなデータが興味深いデータがこの中にあるんですけれどもなんでこの国交省はこのようなことを調べているかこれ実は22年前から調べ続けてるらしいんですけれども、まあ、少しちょっと読みますとその目的がですね住み替え建て替え前後の住宅やその住居に 移住する世帯の状況及び住宅取得にかかる資金の状況について把握し今後の住宅政策の規格立案の基礎資料とすることを目的としてますとこれ多分我々仲介会社や皆さん賃貸経営されているオーナーさんの目的と全く一緒やと思うんですね。ですんで、えー、この数字多分頭に入れられておいた方が非常にためになるんじゃないかなと思ってます。 で住宅いろんな種類ありますね分譲持ち家、えー、中古、えー、リフォーム住宅その全部の住宅において調査されていますで今日もちろん私民間賃貸住宅のデータだけ持ってきてますはいまずこの質問ですね今回入居された住宅に決めた理由は何ですかこんな結果が出てます一、えー、位は四十六点七パーセント家賃が適切だったから決めましたと ポイントはこれ家賃が安かったからじゃないんですね家賃が適切だったから決めましたっていうところでございます2つ目住宅の立地環境が良かったから近くに公園がある駅が近いスーパーがある緑があるまあ、いろんな人によって理由があると思うんですけれども立地環境そして3番目に住宅のデザイン広さ設備が良かったから決めましたというのが3割強ありますじゃあこの設備どの部分が良かったのですか ここれれに関してても調査されてますす結果こんな感じですね、えー、1位67.3%間取り部屋数が適当だったから2つ目あ2位ですね64.3%住宅の広さが十分だったからこれ1位も2位もある意味部屋の大きさ建物の大きさに触れた、えー、で、えー、といわゆる回答だと思います。 はい3位が先ほどありましたようにデザインが気に入ったからということですね。はいじゃあ続いての質問これも面白いですね、えー。今回入居された住宅を探した方法どうやって部屋探ししたんですかということですね。はい1位は、まあ、当然ながらやっぱりインターネットですね55.6%で断トツで僕はインターネットが1位かなと思ったんですけど意外と相当数入っているのが不動産業者で探しましたっていう。 あ決めましたっていうこれこういうことだと思うんですけどこの質問って複数回答かなんですねですんでおそらくインターネットで皆さん当たりをつけますで気になった物件がありましたら実際リアル店舗不動産業者に行って部屋を探すというようなことでこの多分数字が出てきてると思うんですね。で弊社エイブルもですね、えー、全国に約430店舗の直営店があります。まあ、そういった意味ではではすねままだまだ えー、リアル店舗、ねえー、の重要性というのは、まあ、改めてて感じております、はい、続きましての、えー、調査今回入居された住宅の築年数はこれも面白いですね決めたお部屋の築年数って何年やったんですかということですねはい一番多かったのが新築から築8年の物件に決めました。 で我々よく築10年ぐらいの物件を築浅築浅っていうんですけど、まあ、俗に築浅で決められてる方が多いってことですね。平均が17.3年っていう数字が出てるんですね。築浅で決めた人はこんなにいるのに意外と築年数古いと思いませんかあのー、なんでかっていうとここ29年から38年ここが17%入ってるんですね。結構古いと思うんです。でも 多分、築年数が30年前後経っても工夫次第ではお客さん集めれるということだと思います。はい、続いての先ほどちょっと出ちゃいましたけれども、これも面白いですね、住み替え前の住宅、何年住んでましたかっていうことですね。で、これ、従前が持ち家の場合のデータなんですけれども、こんな感じ。 持ち家から賃貸に住んだ場合の話なんですけれどもその持ち家に何年住んでたのってことですけれども一番多かったのがここの8年までですっていうのとあとポンと飛んで19年から28年住んでましたっていうのはこれ同率で27.1%平均が19年です。この数字よく覚えて,い,ていただきたいんですけれども持ち家からそもそも何で賃貸に引っ越したんかなっていうところは非常に気にはなるんですけれども。 日本の場合ってこう持ち家がゴールみたいなところがあるんですけれど転勤なのか、えー、売らざるを得なくなったのかさまざ、あ、まな理由があると思うんですけれども、まあ、各オーナー様におかれましたら次のデータこちらが多分非常にこうためになると思います賃貸から賃貸に住み替えた場合の同じ質問ですね何年住んでたんですかっていう全然先ほどと違いますけれどもいわゆる 8年住んでましたよ。8年までで引っ越しましたという方が68.8%、7割です。これ平均すると7.3年が平均の居住期間って出てます。この数字って要は民間の賃貸に住まれる平均年数なので、大体およそ皆さん賃貸に住まれたら平均7年ぐらいで引っ越していくっていうデータ。中には単身マンションだと よく言言わわれれまますすの年年とか4年とかかって言われますファミリーだと長いと思うんですけれども長くても大体いい平均が7年ぐらいだよって思っておけば例えば賃貸経営するにあたっての、えー、よく言うリフォーム費用がどのタイミングでかけないといけないとか、えー、新築を建てる場合に、まあ、どのタイミングでどのようなリフォームがいるのかちょっとこう長中期的に、えー、数字を出す際に大体、まあ、いい7年ごとね 日本の場合って賃貸が入れ替わっていくんやなっていうのを押えておけばいいのかなと思いますはいちょっと話はガラッと変わりますけれども続いてこういったトピックスです外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドラインすごく長かったらしいんですが、えー、これも国交省か国交省がですね、えー、とこういったガイドラインを出しました。 何なのかというと、まあ、外国人の民間賃貸住宅をが入居するのを円滑にしましょうというガイドラインですね。であのちょっとこう背景を触れておきたいんですけれども私なんでこのようなトピックスを持ってきたかと言いますとこれからの賃貸経営って私毎回言うんですけど外国人それとあと高齢者の方々を、まあ、味方につけたオーナー様がもう勝ち組になると私は思ってます。 でも意外とそのお二方お二方といいますか外国の方、えー、高齢の方っていうのは温暖化が敬遠されがちな層っていうのも分かってるんですけれどもこういったガイドラインとかを頭に入れとけばあんまり心配なくなるのかなということで外国人の対策と後ほど触れますが高齢者の対策を持ってきてます。在留外国人のの推移ですねやっぱりこの ずっとこう増えてきてましてコロナの時にちょっとこうポコポコっと減ってますけれども見事にこの2022年でコロナ前の数字をもう一気に超えてそして昨年なんとも300万人を大きく超えて322万人の方々が在留外国人としていらっしゃいます。でこれらの方々がどんな住宅に住んでいるかっていう話ですけれどもこちら。 まあいろいろあります寮社宅持ち家公営住宅半分の方々が皆さんが経営されていらっしゃる民間賃貸住宅にお住まいですこの数字を頭に入れておいていただきたいんですけれどもこういう外国人、民間賃貸住宅に住まれる外国人の方々の入居を目的として 皆さん賃貸人や我々仲介業者管理会社のための実務対応マニュアルを作ってくれたって話ですねどういったガイドラインかって軽く触れておきますけれどもホームページ、えー、とインターネットでこのように検索してください「えー、国交省外国人の民間賃貸」って検索するとこんなようなホームページに行き当たるかと思います、まあ、ちょっと細かいんで拡大しますけれども非常にこれ本当にあの ためになると言いますかこういったことを知っておけばあんまりこう外国人に対しての心理的ハードルが下がるかなと思うんですけどこれ目次なんですけど第1章こんなページ出ててきます外国人のの民間賃貸住宅の入居についてここの第1章では実際に外国人の方を入居させることで、えー、成功こんな成功事例がありましたよとかっていう実体験が載ってたりとか外国人の入居を受け入れることのメリットなんかが出てます。 第2章ですけれどもとはいえ不安ですとこんな場合どうしたらいいんですかっていう実務対応の Q&A も載ってますこのいきなり頭に載ってるのが外国人の賃貸に不安がありますそんな場合どうしたらいいですかでここで紹介されてるのが外国人向けの最近ですね債務保障会社さんがでで出てきてます、まあ、それを A 社 B 社という形でえ紹介してます、まあ、そういった債務保障会社を使うのもよしえー あと外国人の対応特に注意することは何ですかそれに対しても回答をいただいてたりとかいろんなこう QA が載ってますのでこれもぜひ見ていただければなと思います第3章外国人の住まいに関する情報提供事例ですねこれは何かと言いますと各自治体も外国人対策はされてます例えば新宿区とかこ,このページに載ってたのが大阪とか埼玉とか千葉、えー、そのいわゆるその役所の方々がですね、外国人が入ってくる際の 情報提供を事例としててご紹介されていますで私面白いなと思ったのがこここの資料編ってあるんですけれども実際私もインターネットでこれダウンロードしたんですが、えー、希望条件チェックシート入居審査必要書類チェックシート、えー、入居の約束チェックシートみたいなのが PDF 版でダウンロードができますで。実際ダウンロードしていただくと えー、かなりのの言語でこのシートが出てきますつまり外国人の方々が読めるシートなんですね例えばだからオーナーさんがこれをプリントアウトされて仲介会社に持ち込んできっと外国人の方々ってこういうことに困ってるからうちはもう外国人受け入れるからこれを使いながら外国人に対応してあげてとあのもちろん英語中国語韓国語。 あとちょっと見たようなない言語なんかもかなり数学語でシートがご用意されてます。実際ダウンロードしてみたらいいかなと思います。で当社としましても、まあ、えよくこういう外国人に対してですね、強い味方って書いてますけれども、外国人のお部屋探しの専門の直営店をですね、今全国に7店舗ご用意しております。当然ながら、えー、各拠点で働いているスタッフについては、 いろんな言語が喋れる対応できるスタッフを置いてますので、えー、弊社としてはこういった形で外国人対策をしていってますで、違った形先ほど少し申し上げましたけれども債務保証会社の商品もうちも扱っております、えー、外国人向けのメリットプランエポス N グローバルって言うんですけれどもいわゆる当然ながら債務保証会社なんで 家賃対のに対しての保証はもちろんついてきますそれ以外にこういう多言語サポートということで、あのー、この債務保証を作ってらっしゃる会社の方で例えばライフラインの代行をしたりとか更新業務のサポートをしたりとかごみの分別のレクチャーをしたりとか入居までの契約の手続きのフォローをしたりとか。 いろんなことをしてくれる裏側で商品が付いてます。まあこういったことも弊社としてはご用意しておりますので、まあオーナー様に向けてバックアップということではやっていこうかなと思っております。ただ先ほどのその国際センターもそうなんですけれども、まあ我々がこういうふうにこう展開していいけどもですね、やっぱりこうオーナー様の理解がないことには外国の方々をえっと仲介できませんので、ぜひまあオーナー様の方でですね。 外国の方に対してのご理解を含めて深めていただければなと思っております。はい、えー、次高齢者問題。ということで、えー、っと、高齢者対策ですね、のお話をしていきたいと思うんですけれども。先ほどこのグラフを出しました。高齢者が増えますよという話ですけれども。三人に一人が高齢者になるわけなんで、もうここを味方につけないわけにいかないと思うんですね。で、これについて、ちょっと先ほどの。 調査報告書に戻ります実は国交省こういうデータも取ってるんですね高齢者のデータ。っ、まあ、てことは国もやっぱりこういう民間賃貸と高齢者の密接な関係をもう避けて通れないっていうことを表していると思うんですけれどもこの一つの質問民間賃貸住宅の入居世帯の高齢者がいる割合は住んでいる10%パー、まあ、先ほど3人に1人いう話をしたんですけれど、まあ、10%パー 民間賃貸なので、まあとはだから持ち家とか、えー、CFA とかっていう公営住宅なのかなって想像ができますけれどもポイントがこちら次の質問ですね高齢者がいる世帯の家族構成はこれなんとが高齢者のみででで住んんらっしゃるんですね同居されてらっしゃる方っていうのは約3割35%。 で、まあのみの世帯なんで別に高齢単身者だけじゃなくて高齢者ご夫婦もあると思うんですけれどもこの数字の推移っていうのがすごくてですねてすこれれ避けて通れないいテーマだと思いますそれぐらい民間賃貸住宅と高齢者っていうのは密接な関係があるのかなと思っておりますでもやっぱり高齢者入れるの不安よねっていう話が絶対出てくるんですけれども、まあ、国もバックアップしてます えー、残置物の処理などに関するモデル契約条項なるものがですね賃貸借契約をまく前にこういった契約をしておけばいいんじゃないかっていうモデルの契約を示してくれてるんですけれどもどういうことかと言いますと、えー、これが見やすいですかね。 これ皆さんオーナーナ様ですねでこの入居者って書いてあるのがこれ高齢者にあたるわけですね。でお住まいされる前にこの高齢者と、まあ、多分この受任者、うん、想像するに多分ご家族の方とか、えー、お子様とかになっておくると思うんですけれどもここの高齢者とそのご家族の方を委任契約を結びましょうと。でこの委任契約を結んでおけば えー、いかなる有事があったとしてもスムーズに賃貸経営に支障をきたすことなくですね、えー、契約を進めていくことができますよとポイント2つどんなに契約するかというと1つ目は賃貸借契約の解除事務の委任に関する契約こういうことです、えー、お住まいされている方が亡くなられました単身の高齢者がその賃貸借の契約を解約しないといけないんですけども 契約者の方がお亡くなりになられてる。保証人の方もどこ住んでるかわからない。これ実は解約できない。みたいなことになることが結構多いですね。ってことは次の募集できない。そうならないために、もし何かあったらば、この人にもう解約の権限を与えますよという話です。もう一つ、こっちの方が重要かなと思うんですけど、残地物の事務処理の委任。先ほどの話でいくと、亡くなりました。部屋の中に残地物が残ってます。 これ実は勝手にオーナーナさんん処分でできないんですねで物があるんで次の募集ができない。これも一緒のことです。あらかじめこの荷物はもう捨ててくださいねとかこの荷物はどこどこに送ってくださいねとかいうことをこの人にも任せますと。ですんで何かあったらばオーナーさんは困ることがこれをすることで減るのかなっていうことが書かれてます。はい。もう一つ これ結構不動産業界では、えっ、ー、と、すごくこう話題になりました、当時。これもいわゆる高齢者対策の一つなんですけれども、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインです。これって我々のことですね。仲介会社ですね。これ何かと言いますと、この法律ができた背景を読めばよくわかるんですけれども、今までって、この不動産で人が死んだ場合、 そそのの調査や告知に関わるその適切な判断基準がなかったんですね判断基準がなかったがゆえにその物件で人が死んだ場合一般市だったとしても自然市だったとしてもその全て事故物件として取り扱われるんじゃないかなっていうオーナーさんがやっぱりその、あのー、懸念される。ということで円滑な流通 安心できる取引の阻害になったりとか結局オーナーさんがこうやって思われるということは特に単身高齢者の入居が困難になるみたいなことがあったわけですで、我々も仲介する際にどこまでのことを言わないといけないみたいなこと、判断基準がなかったんですねこの物件人が死んでるんですっていうのを言わないといけないのか言わなくていいのかで考えたときに 言った方がいいっていう選択肢になるわけですねで言うと募集がしづらくなるそういうのを避けるためにこの法律ができたんですがあガイドラインができたんですがこのガイドラインでは告知についてをちょっとお話しますけれども死の告知に関するガイドラインですけれども告げなくてよい場合っていうことで定義づけてます。少し読みますけれども えーとその対象不動産において持病とか病死いわゆる自然死もしくは日常生活でこけたとかつべたとかいわゆる不慮の死が発生した場合は告げなくていいと言ってます。でも長期間にわたってそのご遺体が放置されて特殊清掃や大規模リフォームをしないといけなくなった部屋に関しては 告知しないといけないいいとけすごく明快ですねで2つ目その不動産この辺ガイドラインなんでわけわからないですね1以外の死1これですねこの死つまり自然死とか不良の死以外の死が発生または特殊清掃が行われたまた出てきました位の死自然死不良の死が発覚してからおおむね3年経過した場合。 めちゃやこしいですねつまり自殺とか、えー、事故とか、えー、謎の死とかいうことがあったら言わないといけないんだけど三年経過しても言わなくていいですよということですねで、その場所も示されています借り主が日常生活において通常使用するうん可能性がある集合住宅の共有部分多分エレベーター、エントランス、廊下、階段みたいなところですね そういういいととこころもこの個と同じ扱いですよって話ですね3つ目、えー、その対象不動産の隣の部屋とかもしくは通常使用しない共用部分多分、えー、機械室とかそんな感じだと思うんですけれどもで1、えー、以外の市また1以外ですねこの自然市不良の市以外の市が発生または、えー、特殊清掃が行われた1の市 発生した場合。は、ここでは言わないといけないってなってたけれども、ここの場所で発生したら別に言わなくていいですよ。もうこれ訳わ,わかんないですね。だから私一応簡単にまとめてみました。私なりに。どういう場合に告げないといけないか？っていう場合で逆に整理をしたんですけれども、まず3つのシチュエーションを用意して。死の原因が他殺自殺捕虜の事故以外の事故死、死原因不明の死だった場合で。 のの住居の状況がが特殊清掃が行われた部屋であることで3つ目発生場所がその部屋もしくは階段とかよく使う共用部分でこれのシチュエーションを用意して、えー、死の原因がこれで場所がここでしたよもしくは、えー、一般死だったけれども特殊清掃が行われてこの部屋でしたよの場合は告げないといけないんです。 じゃあどんだけつげないといけないかっていうと3年経過するまではつげないといけないってことですねだからこれ以外はもうつげなくていいって話ですそうなると多分オーナーナさんんは怖くないと思うんですね、えー、ただ単にその国交省が書いてますえー、っとちょっと読みますねえ衰、ー、や病死による死亡っていうのがこれ一般市ですよね自然死9割を占めてるんですでこの9割の自然死に引っ張られて事故、えー、物件 になるから嫌や,やっていうのはこれやっぱりその今からの高齢者社会にあたってはすごくこう不合理なことだと思うんですね。ですんで、えっ、ー、とそういう QY の一般紙を告げなくてもいいっていうガイドラインを作ったのがこれです。で、コートも書いてます。えー、まあ、これによりオーナー様の方々がこ、えー、いわゆる高齢単身者の部屋を 貸すことに対して、少しでも抵抗がなくなればよいかと思いますと、ガイドラインの作った背景、ここしたこのように言ってますので。実際このようなガイドラインを頭に入れながら、高齢者は味方につけてみてはどうかなと思ってます。はい、えー、その高齢者の。募集をするに際してですね、このような商品もあります。もし万が一、何かあった場合の孤独死保険って言われる商品ですね。 孤独死保険っていうのはいわゆるその先ほどありましたね亡くなられたことで例えばそこのご遺体がずっと放置されてましたその時に発生する大型リフォームの費用であったりとか亡くなられたことによっての募集に際しての弊害家賃を下げないといけないとかそういったリスクを補う保険商品ですね。 内容としてはその下げないといけなくなった家賃の差額分を持ちますよとか、えー、空室期間でこれぐらいは空室になっちゃうよねその期間は、えーと補,修しえー、と補填しますよとかいう保険商品ですね。こ当たり円なななでさほど高くないかなと思ってます、はい、とかですねその弊社が債務保証商品としてこういったものを使ってるんですけど通常保証会社が使う債務保証っていうのはこういった 保証内容になってますそれに昨年からそういった社会、まあ、現象ともなる高齢化に対して孤独死保険というのもこの商品の中に弊社もこれも盛り込みました自動負担でですので、まあ、こういったバックアップをしながら弊社もですねオーナー様に対、まあ、高齢者対策のバックアップをしていこうかなと思っておりますはい続いてはこのようなテーマを持ってきました、えー、全然またガラッと変わります サブリース契約をご存でえー、っと、まあ、これも一時社会問題になりましたけれどもうんと多分釈迦に説法かもしれませんが改めて説明しておきますねえー、実はサブリースサブリースって言うんですけれどもちょっと間違った解釈でして説明しますと我々が不動産会社ですこれオーナー様ですここで結ぶ契約を皆さん多分サブリースと思ってるんですけど正確に言うと これマススターリーリ契約って言いますで我々が借りて入居者さんに転退することをサブリース契約って言うんですねちょっとこれサブリース契約っていう言葉がもう一人歩きしちゃってるので別はそれはそれでいいんですけれども本来の言葉の意味だけ知っておいていただければなと思いますでこの一括借り上げの中に賃料固定型とパススルー型パススルー型っていうのは実際に入ってきた分だけ差し上げますよっていうことですね 通常こちらのことを皆さん指していますね。相手もこんだけ分の家賃は保証しますよとうちが。これはサブリース契約ですね。でこれは非常にこうもう社会問題になりました。えっ、ー、とそのここに結ばれる契約があまりにもオーナーさんにとって不利な契約が非常に多かったためにですね。で,ですんでそのメリットかデメリットっていうのはきちっと知っておく必要があるかなと思います。ではその賃料保証型ののマススターリースのメリリメット いいくつかあると思います当然ながら空室をリスクを気にせずに良い入居者の数に限らず一定の安定収入が得られる当然ですねあと煩わしい入居者管理や物件管理から解放されるで面倒な事務業務も丸投げできると私これが実は意外と皆さんご存じないメリットかなと思うんですけれども相続税評価減に寄与してくれるんですね。 これどういうことかというと、貸しや立ち付け地評価っていうのが相続の計算であるかと思うんですけれども、ちょっとそれ計算の仕方をおさらいしておくと、貸しや立ち付け地評価の出し方っていうのは、需要地、さら地の評価額に、借家権割合をかけて、借地えー、ごめんなさい、借地券割合をかけます。で最後に、賃貸割合っていうのをかけます。この賃貸割合っていうのは、人に貸してるから相続税の評価安くしてあげますよ。 いやでも10個中何個住んでんのと10個中1人しか住んでへんやんとせやのに丸っぽ評価減なんかできませんよとっていうことなんですね最後にこれをかけなあかんんですよでもマスターリースをどこかの会社がしてくれてればどんだけ相手よがこれ100%でかけれるんですかける100%なんで数字変わらないですねだから意外とこの評価減に対して寄与してくれますサブリース契約って デメリットを知っておきましょう。収入が少なくなります。通常我々もですね賃料査定をする際に募集賃料の査定が市場より低めの設定になりがちです。あの不動産会社がリスクを負いますので、そこからさらに手数料賃料差額分が減られ、えー、と削られますので、おそらく市場相場から10から20引かれた支払い賃料になるかと思います。はい。 デメリット面積期間があるとその期間は入居者がいてもいなくてもこれ大旦さん家賃入ってこないです、えー、っと新築時なんかは多いですねはいあと工事内容や施工会社を自由に選べないケースもありますこの辺がデメリットかなと思いますはいえー、っとまた柄とかあります まあこのカテゴリーではこれが最後です。えっ、ー、と、京都市全国初の空き家税導入へというニュースが昨年、書きめぐりました。えっ、ー、と、まあ、これも別に直接関係はオーナーにはない、オーナー様にはないかもしれないんですけれども、ニュースとしては知っておいた方がいいかなと思います。こういったニュースです。ちょっとこちらを見ます。2020年3月に、非居住住宅利活用促進税っていうのが京都市議会で可決されました。で、その後、 地方税なので勝手にできませんからどういう人にターゲットに税金かけるのっていうのを国に対してお伺いを立てないといけないですで、1年かけて総務省とやり取りしてついにこれがニュースになったのが3月に昨年の総務大臣がオッケーしたという話なんですねで、2026年に導入が実施されますでどういう内容かというと少しだけを見ますけれども、えー、具体的には空き家などの所有者に対して 家屋の予報額の0.7%の金額を税金かけますてという話です。でこれなんで私持ってきたかっていうとこれ京都の話なんですけどおそらく全国の自治体はこれ注目してると思います。なぜかというとこういう背景なんですね。導入の背景京都市っていうのは昨年あごめんなさい2021年1年間1万人以上人口が減ったんですね。これ全国ワースト1です。でなんででかというとですね 世の中、えっ、ー、と、京都市の、えー、街中に投資目的の住宅が増えた。ホテルであるとか、えー、民泊であるとか、えー、そういう、あと商業施設であるとか。によって、不動産価格が変な形でバブル化してしまう。で、いわゆる若い方々が家が買えなくなったわけですね。で、どうなるかというと、隣の滋賀県の草津市、大津市にどん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 ,どん人口が取られて。これ実際滋賀県は。 えー、日本全国の中でピークアウトするのが一番遅かったですずっと増え続けましたで市場に流通したような空き家が多くなり若い世代が家を買えないよって近隣市に流,流出するとだから課税することで売却を促したりとか賃貸借をどんどん出していきましょうとそれによって人口を戻すそして税金を増やして増収税を目指すみたいな背景があります これって多分他の自治体も悩まされていることだと思うのでおそらく追随してくる自治体はあるんじゃないかなということで持ってきましたそれと同時に当然これをご覧の皆さん京都の方もいらっしゃるでしょうし、まあ、東京にいながらにして京都に不動産を持っていらっしゃる方もいると思いますのでこういったニュースを頭入れてこられたらなと思います、はい、このカテゴリーにつきましては冒頭に説明しました、えー、オンライン上のデジタルブース にですね、このような企業様がご出店をいただいております、はいえー、資産運用金融につきましてはこのような企業様が、えー、ご出展いただいておりますこちら先ほど申し上げましたように、えー、債務保証会社をグループ内に持ってられるエポスカードさんなんかも出店いただいているのでぜひクリックしてみてはどうかなと思います、はい、続きましてのカテゴリーに移ってまいります、えー、リフォームリノベーションですはい、えー 皆さんご存知でしょうか、リフォームとリノベーションの違い、まあ、そんな知ってるわという話なんですけれども、念のためご説明しておきます。リフォームっていうのは、ゼロに戻すってことですね、えーと。マイナス部分をゼロに戻す。現状に戻すってことです。ですので、まあ、汚れたクロスを張り替えたり、汚れた床を張り替えたりとか、このように、現状をゼロに戻すとあ。マイナスをゼロに戻す。リノベーションっていうのは、それプラスアルファ付け加えることで、えっ、ー、と、 まあ簡単に言うとこういう和室のお部屋をガラッと洋間に書いてあるとかこれリノベーションっていいますね。で今日はそのリフォームのまあそのえー、っとプチリフォームですねリノベーションじゃなくてプチリフォーム的なことのまあ、えー、っとネタを持ってきました水回りに特化して今日は持ってきてます。水回りという,とうんキッチン お風呂トイレなんですけれどもそれぞれちょっと解説していきます例えばお風呂のリフォームのアイデア、えー、3つ4つ持ってきてます浴室全体をリフォームしましょうこれ昔のバランス釜って言われてるお風呂ですねもう見た目で敬遠されがちですこれをもうガラッとお風呂丸ごと変えちゃいましょうという新築同然にでもこれお金かかります2つ目のアイデア浴槽だけ変えましょうと これ汚い浴槽だけ変えましょうと。まだまだ多分これ費用抑えれます。で3つ目。内装を変える。これは結構おすすめですね。こういう真っ白な何の変哲もないユニットバスをこんな風に変えるんですけどこれ変えてるの3つだけです。ここにアクセントクロスならぬアクセントシートみたいなのを貼ってます。それと大型鏡つけてる。あとあとこのシャワーヘッドをメタル調にしてる。この3つだけです。 先ほどの新築同様の,部屋のお風呂を入れ替えることに比べると非常にこうリーズナブルで簡単にできちゃうイメージも変えれますあとは設備を追加するお風呂で設備っていうと浴間って僕ら言いますけれども浴室乾燥機ですね結構これはあの最近これをがついてないんでしょうかっていうお客さんも多くなってきてますはい次えと水回りといえばキッチンですね キッチンもよくリフォームをするんですがそもそもキッチンを入居者さんがどういう目線で見てるかっていうのを知っておかれた方がいいと思います。そのの上でキッチンのリフォームをするまあ入居者目線で見たいいキッチンの印象っていうのは、まあ、この辺が多分皆さんが目をつけられるところです。キッチンのコンロがいくつあるのか作業スペースが広いのか収納スペースどんだけあるのか見た目どんなんなのか設備どんなんなのか。 掃除がしやすくなってるのかそんなのを踏まえてどうせリフォームするならリフォームした方がいいのかなと思ってまして、まあ、これについてもアイデアをいくつか持ってきてますが見た目だけ変えちゃうとこれ簡単ですさっきのフォルドもありましたこのシートを貼るだけですねシートを貼るだけで2つ目設備を新しくするキッチンで設備っていうと例えば換気扇水扇 コンロとかあると思うんですけれどもその辺をまあ設備を変えてあげるだけでイメージが変わりますよっていうことですね。3つ目先ほどありました収納ですね。まあ、こういったちょっとした収納棚をつけるとかもうガラッとこういった収納をつけてしまうとかいう収納力を増やすみたいなアイディアです。最後トトイイレレですねトイレについてもあのー トイレは狭い空間なんでえとちょっとしたイメージでガラッとイメージでは変わっちゃいますんでそういった意味ではインパクトは結構少ないお金でインパクトを大きくかけれるかなと1つ目床や壁紙でおしゃれな内装にするって書いてますけどこの写真全部一面をただ単一面を変えてるだけです床を変えてるだけ壁を変えてるだけでイメージが全然変わります2つ目一緒ですねキッチンと収納をつけてあげましょうという。 最近こんな収収納納もありますす薄型収納3つ目温水,便あの温水洗浄便座ですねあのこれ賃貸はこれ出た当初私もこの業界長いんですけどちょっと気持ち悪いかなっていうことで微妙な設備だったんですけどただもう最近温水洗浄便座っていうのはもう市民権を得てきてますよね。駅とか、えー、ショッピングモールとか、えー、こういうオフィスビルとかついてないとこがない。 ということで使われる方が非常に増えてきたので、まあ、ついてない方は、えー、とオーナーさんなんかはこういうのなつけられるのも一つのリフォームアイデアかなと思います。はい、えっ、ー、とリフォームリノベーションではこの3社様が、えー、デジタルブースにご出店をいただいております。えー、いろんなこうリフォームアイデアの相談ができるかと思いますので、ぜひクリックご訪問してみてください。はい、えー、続きましてですね。 はい、えー、建築土地活用というトピックスに移っていきたいと思います。ここではですね、こういうトピックスをご用意してきました。えー、実家を賃貸アパートに建て替えるって話ですけれども、あのー、これはみんなの問題だと思ってまして、えー、今いわゆる空き家っていうのが社会問題になってます。で、ここ20年で1.5倍になっているようなんですね。なんと850万戸の社会問題になってます。でいわゆるこの実家も 空き家にカウントされていきますどういうことかというと私も長男なんですけどマイホーム買いましたでマイホーム買ったってことは親元から離れるってことなんですけど当然私の父母もマイホームを持ってるまた健在なんですけどこう父母が亡くなったらそのマイホームが空き家になるとあ実家が空き家になるということがどん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 これから増えてくるとで今回持ってきたアイデアはこの実家を賃貸アパートに建て替えませんかと。 そもそも実家を空き家にしておくとこういうことがありますよって空き家にしておくことをおすすめしない理由っていうのはいくつかあって一つ目は例えば当然ながら空き家であろうが何であろうが日本の場合は不動産に対して平等に税金がかかりますめちゃくちゃもったいないですね空いてるお部屋に対してこと税を払わないといけないっていう二つ目資産価値の下落のリスクと当然ながら虫も開くでしょう水回り、えー、も,も老朽化するでしょうよって資産価値が下落します 3つ目防犯面のリスクですね、まあ、犯罪の温床になりかねないとか不法侵入とか空きや空き巣であったりとか不法投棄の拠点になったりとかいうことが出てきて周辺住民の方に対して苦情の原因みたいなことが起きます。で一番空き家にしておくことをお勧めしない理由が次かもしれません。えーっと いよいよ国もですねいろんなこう法律をこの社会問題になっている空き家に対して対策を打ってきているこちら空き家等対策の推進に関する特別措置法略して空き家特措法って言いますけれどもこれ実は、えー、9年前2015年の2月に施行されてますどういった法律これ意外と知らない方が多いんですねどういった法律かというと空き家がありますで この空き家が特定空き家に認定されてしまったらずらずらずらと手順を踏んで最後には行政代執行を食らってしまう特定空き家ってじゃあ何なのって話ですけれどもこうやって一応定義づけられてます東海と著しく保安上危険となる恐れもしくは衛生上有害となる恐れもしくは適切な管理がされてない景観を損なうその他保全を図るために放置することが不適切みたいなのが これは周辺の住民の方が役所に、えー、告げ口ですね告げ口をしていくと役所が見に行ってこれに認定されちゃいます。でこれの一番怖いのがここです勧告。これ勧告を食らってしまうとなんと固定資産税の住宅用地特例が除外されちゃいます皆さん多分ご存知だと思うんですけどこういうことですね。 土地がありまして人が住むためのものを建てると評価額が6分の1に減額しててくれてますで先ほどの勧告を食らってしまうとこの特例が外しますよとだから建物があるにもかかわらず更地と同額の固定資産税評価になってしまいます。高くなるって話ですね 評価額なんででちょうど6倍にななるわけじゃないんですよ多分計算するとおそらくその調整費用とかが入りますんでまあ多分4倍とかになるはずです税金計算でしたら。倍ですんで今までは固定資産税高くされるのが嫌やからとりあえず建物だけ残しとこうっていうことが多かったんです。それが空き家問題の根幹の一部になっているので国はこういうことを言ってきたんですけどこれがなんと進化してます。 空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案が実は昨年の5月に閣議決定されててもうスピード施行です昨年の12月13日からも施行されてます何が変わったか当然改正法なんでめちゃくちゃきつくなってるんですけどこれです特定空き家家を未然に防止する管理をしていきますよと まあそれを管理不全空き家って呼んでるんですけど分かりやすく言うとさっき言ってた特定空き家の予備軍ですね予備軍もどん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 指導を勧告していきますよとこれは先ほど申し上げたように周辺住民が告げ口して役所が見に行くんじゃなくて役所が積極的に探しに行きますで予備軍を探して一緒のことを言われます 固定資産税の住宅用地特例を除外しますよと分かりやすく言うとこういうこと、えー、空き家と空き家があります今まではこうでしたこの間ここまで行く手前に新しい定義を新設したと管理不全空き家これに認定されちゃうと同じことがされますだから例えばこのようにたかが窓が割れてるだけの空き家でも管理不全空き家にされかねないみたいなことが多分出てきます。 実家を放置ししておおくことと本当にこうお勧めなないかなと思いいか思ますねはい、じゃあ建て替えたらどういうメリットがあるかっていうと今まで使ってない実家なんで、まあ、メリットだらけかなと思うんですが、まあ、当然家賃収入を得られますね当然まあ建築費はかかるんですけれども、えー、家賃収入を得られるで相続税対策になります えー、どっかの部分で少し触れましたけれども当然ながら今要地要値扱いが貸し当たり付け値扱いになりますのでその分、えー、評価減が得られます何よりも思い入れの土地を残すことができますという話ですね多分ですけれども先ほどのような固定資産税を上げられたくないから、えー、っていう思いもありますけど多分一番はこれじゃないかなと思うんですねなんだかんだ実家だったんでその土地手放したくないと でもこういう活用することで、ずっと残していくことができますよって話ですね。はい。建築ということで、こういうトピックスを持ってきました。あの当イベントでは、えーと、いろんな講師がこれに対して触れてきましたけれども、まあ、おさらいという意味でも、ちょっと触れておきたいなと思っています。戸建て賃貸経営の魅力ってことですね。戸建て賃貸経営っていうのはですね、まあ、定義づけはないんですけど、まあ、分かりやすく言うと、まあ、所有の土地や相続で取得した土地に、 自己の居住用用じゃなくてててて賃貸用に建て立てましょうよってことですね。で、今までっていうのは戸建ての賃貸経営っていうと転勤になったから一時的にその自分が住んでたところを貸しますよとか、えー、と中古住宅を賃貸に出すつまり中古として賃貸に出てくるのは戸建て賃貸だったんですけれどもそうじゃなくて賃貸用に戸建てを建築しましょうよって話ですね。で あの結構メリットあると思ってましていくつか書いてきましたけれども例えばですけれども先ほど、まあ、賃貸アパート建てましょうって話しましたけれどもアパートつまり共同住宅マンションに比べるとローコストで建てれます例えばマンションだと奥行くようなことがあっても戸建て1棟だとまあ数千万で建てれますとで建ててからもローコストで運営ができる当然ながら共同部分がないので えー、廊下のお掃除エレベーターの設備保守、えー、エントランスの掃除なんかはいりません二つ目ニーズが高いが供給が少ないこれ国交省はこういう数字をも、えー、と出してます国民が住みたいなと思ってる住宅は、えー、これあーの部分が共同住宅ですでこのオレンジの部分が戸建て戸建てに住みたいなと思ってる人が8割いるんですでも着工戸数でいくともうこれめちゃくちゃ薄いんですけど 戸建てが賃貸が立ってるのがもう1%に満たないんですね。ほぼほぼが共同住宅。だから住みたい人はいるのに住めない。住める場所がないってことですで。こういうことですね。需要あるけど供給が少ない。メリットだと思います。建てたら埋まるって話ですね。ある程度のチャレンジ賃料の設定が可能。まあ、これについては先ほど申し上げましたように供給が少ないので相場が形成されてないって話ですね。だからある程度の 本来 3LDK だったら13万ぐらいしか取れないような町でも、戸建てだったら同じ 3LDK でも、ちょっとこうチャレンジして、16万、17万、チャレンジができるようなことが往々にしてあります。4つ目。賃借人の入居期間が比較的長い。こういうデータが実際出てます。これ上、共同住宅です。共同住宅の場合、約6割が5年以内で引っ越してます。冒頭に言いましたね、えっ、ー、とまあ7年ぐらいですよと平均。 でもだって5年以内に出てるっていうデータが出てます。でもそれが共同住宅でもなくて戸建て賃貸やった場合は逆で約6割強が6年以上住んでくれてます。この差ってすごく大きいかなと思うんですね。だからその長い期間安定した賃料収入を得ることができるのが共同住宅に比べてしやすいっていうことですね。5つ目。 これも非常に大きいかなと思うんですね都心部でお土地をお持ちの方なんかは狭小地が多いと思うんですけれども狭小地でも変形地でもマンションは建てられないけど戸建ては建てられるというような選択肢が広がるということですね。はい 建築土地活用につきましては、このような建築会社様がですね、デジタルブースをご出店いただいております。えー、先ほど申し上げましたように、戸建て賃貸に強い会社さんも出ていただいてます。ぜひ、えー、そのようなご興味のある方はですね、クリック訪問してみてはいかがでしょうか。はい、えー、と最後のカテゴリーに移っていきます。はい、住宅設備、エネルギー、通信であります。これについては、こういう形でちょっとトピックスを持ってきました。 えっとランキングですこれポイントがですねよくある人気設備ランキングではないです不動産のプロが選ぶ問い合わせが実際に多かったランキングだからまあ我々不動産会社にお部屋探しのお客さんからこういうお問い合わせが多かったですよっていうあるポータルサイトの会社が不動産会社に対して取ったアンケート これまずこの設備編じゃなくてこの条件編ですねこ条件編からいきたいと思うんですけれどもどのような問い合わせが多かったかというと1位転勤のために引っ越したいんですけれどもっていう問い合わせが多かったらしいですこれ多分ですけど、まあ、コロナが明けてこう人流が復活してきたかなっていう表れかなと思いますでそれが同じようなのがこの4位かな えー、通学先通勤先の近くに引っ越したいこれもおそらく今までは、まあ、通学っていう意味ではリモート授業それなのがいわゆるその対面授業になってきて、えー、通学しないといけなくなってきたとこれなんかもコロナ明けを象徴しているかなと思います2位のペットもうこれもお王道というかもうほぼほぼいつも上位にいますねやっぱりそれは未だにペットを えー、飼いたいんですけどそんな部屋ありますかっていう問い合わせがやっぱり多いって話ですねよく言う話ですけれども最近はその出生する人間の赤ちゃんより、えー、国民がペットを飼っている数の方が多いって言われてます当然ペットが物件することでこういったことにも対応ができますので検討してみていただいていかなと思います あでも家賃を下げたい。もうこれもずっと出てきますね。でコロナの名残があるなと思って、このランキングで見たのが、えー、っとこの今より平米数を広くしたい。今より部屋数を増やしたい。あと、10位の,の防音性を上げたいんですけど、そんなマンションありますかみたいな問い合わせが多かったです。これは多分、コロナの未だに名残があるんかなと。平米数を広くしたいというのはリモート用に部屋を作りたいとか、防音性というのはリモート用に部屋を作りたい、その防音性を仕切りたいんでとか。 いう話だと思うんですけど、まあ、想像するにそういう名残もあるのかなと思います。はい、続きまして設備ですね。設備編。これ駐車場が1位です。いろんな設備がある中で、えっ、ー、と駐車場付きのマンションありますか、物件ありますかっていう問い合わせが1位だったようです。個人的には非常にこれ意外ですで、えっ、ー、と若者の車離れいうのが最近まあよくニュースで見ますけれども。 なのになんで駐車場が一番なんかなっていうところはすごく意外でした。あのまあ、我々その建築のコンサルなんかもするんですけどた多分こういうことかなと思ってまして最近建つ新築っていうのはやっぱりその収益性を上げるために駐車場を作るスペースを極力減らしてこれ駐車場負担率って言うんですけど縁淵義務って言うんですけども縁義務ぎりぎりの率にしておいて極力住居 をたくくさん作るプランがやっっぱり多くなててきてます当然賃料収入の方がそっちの方が多いのでそうすると世の中に立ってきてる物件っていうのが駐車場の縁率が非常に少ない物件たちが多くなってきてるから逆に持ってる人は駐車場物件ありませんかみたいな話になるのかなとちょっと逆のことかなとは思ったりしてました。はい、2インターネット接続料無料無これはもう王道ですね。ずっと上位に来てます でこれの進化したのが、えー、第9位通信速度の速いインターネット環境かっこ光ファイバーなどこれだけではもう物足りないインターネット無料の部屋探し、えーえー、ありますかじゃなくてめちゃくちゃ速いインターネットがついた部屋ありますかっていう問い合わせが増えてきてます、あのーまあ、先ほどのリモート授業じゃないですけれどもそういった意味ではこれ定義があるようなんですね。 1>, えっと1ギガ以上のことをこのように呼ぶようなんですけれどもだから最近その後ほど紹介しますけれども1ギガの商品を提供している会社さんなんかも出てきてますであとはまあそうですねオートロックとこのモニター付きインターホンとかっていうのは防犯ですよねでえっと先ほどありましたね温水洗浄便座あと宅配ボックス冒頭触れましたけれどもこういったところも あの宅配ボックスついてる物件で探してますみたいな問い合わせが多いということですねはい、えー、このようなまあ設備のランキングこれはもうリアルな、えー、いわゆる設備ランキングです人気設備ランキングではなくてですね、えー、いうのも、えー、頭に入れておかれたらどうかなとは思っておりますはい、えー、このカテゴリーにおけるですね、えー、と企業様はこのようなご出店企業があります先ほど申し上げました、えー、超高速インターネットを提供されてる会社 CM よくしてますニューロヒカリさん ですね、えー。も出展いただいております。あとその他このような会社様がご出展いただいております。はい。えっ、ー、と住宅設備エネルギーについては、えー、ご覧の会社様がですねデジタルブーストをご出展いただいております。えー、防犯カメラの会社ランキングで出ましたね。宅配ボックスの会社。あとまあ、こういったガスの切り替えの会社さんなんかも出展いただいておりますのでぜひぜひどしどしですね、えー、ご訪問いただけたらなと思っております。 はい、えー、以上をもちましてですね、私のセミナーを告くくりと、えー、結びとさせていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。